近ご結婚されて上戸彩がめちゃ綺麗と思っているオールブルーです。おはようございます。いやマジで最近上戸彩さんのね綺麗さがやばいやばい。本当に何だろう、俺ね上戸彩さんをね前普通に独身時代はそんなに好きじゃなかったんだよ、なかったんだけどね、エグザイルのヒロさんとご結婚されてからすっごいなんか女性のね素晴らしい素晴らしい、本当にめちゃくちゃ綺麗になったよね。ねえ、やっぱ女性っていうのは結婚してからなんかこうなんだろうね、大人の魅力、多分俺の見方が変わったのかな、わかんないけれども、まあね素晴らしいですよね。まあそんなことはさておきね、皆さんセブンイレブンのね新商品レアチーズ餅食べました。102円なんだけどね、まあ、税込みだと110円しちゃうんだけど、めちゃくちゃうめえから。あのね、あのあるでしょ、なんだっけ、雪見大福、雪見大福の、 あの外側の皮、あの美味しい皮、あれの中にあのねレアチーズケーキのね、柔らかいレアチーズがそのままバーンって入ってる感じの、めちゃくちゃうめえからマジで。ちょっと食べてみてね、セブンイレブンにね新商品で売ってるからちょっと食べてみてくださいね。めちゃくちゃねうまいよ、やばいよ、本当にうまい。まあそんなことはいいんですよね、そんなことはいいんだったら喋んだって話なんだけど、もうそれはほっといてね。今日はね何をしていこうかと思います、ゆうかよしよしとね、何をしていこうかと言いますとね、チームクエスト、はい、チームクエストを久しぶりにねやっていこうと思います。でね、虫系討伐とかもうちょっとで終わりそうだなってところが多分チームの誰かがやってくれたと思うんですけど、やっぱ一番でかいのはこれ、はい、これやっていきましょう。第7ね霊長クリアっていうこれやっていきましょうね。あと3回はいやっていこう、なんかね雑談をしながらやっていこうかなと思うんですけども、はい、ライブサーサーのヒッポさん、アギロゴスさんを入れてやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。あー調子やばいし、座りでサーバー21いきましょう。ほんとね最近ねなんか昔はそうでもねえなーと思ってた女優さんとかがねめちゃくちゃ綺麗だなって思うことがかなり多くなってきた。何かって言いますと、あと誰かって言いますと、やっぱりね石原さとみさんとかね全然好きじゃなかったね。最近ね一瞬一瞬が、あすげえこの人可愛い顔すんだなっていうね、そういうのとか出てくるよね。なんだろうね、てか俺唇厚い人好きじゃね、そう思うと上戸彩さんとか石原さとみさんとか、うん、唇厚い人好きなのかな、わかんないけどあんまり思ったことは意識したことはないけどね。いやーとにかく上戸彩さんがほんと可愛い。はい、というわけでですね、今ちょっとチームで撮影に参加しませんかってことで声かけをさせてもらったら、春菜姫とね神戸さん来てくれました、ありがとうございますと。であとねジョーンズくんも来てくれました、あみるさんこんにちは。はいあのね神田さんはね、ずっとね、いてくれてね、僕のことをね、陰ながら支えてくれるね、素晴らしい、ね、僕の、あ、かわいい。神田さんがね、来てくれました。春菜姫はね、前回動画で出てくれましたけれども、ね、神田さん優しくてね、心から感謝しております、神田さんには。いつ日頃ね、いつも僕の相談を聞いてくださってありがとうございます。今、俺を言わさせてもらいます。ではね、今回7層をやっていこうと思いますので、じゃあ行きましょうか。よし、じゃあ行きましょう。でサポートでヒッポさん入れさせていただいて7層行きましょうね。亀田さんは初参加になりますかね、これだけやってんのにね。亀田さんすいませんずっといてくれてんのにね、あーしばし。心優しきこの二人が手伝ってくれるということで、じゃあ7層やっていきましょう。
はい、じゃあやっていきます。よろしくお願いしますね。チームクエストなんで3人いれば速攻片付くんじゃないかなっていう感じでですけどね。はい、よろしく。よろしくお願いします、する。よろしく。よろしく、メカドック。ね。古いけどね。メカドック知ってます？よろしく、メカドック。このね、よろしく、メカドックっていうのはね、ジャンプのね、昔のね、車のね、アニメなんだけど。世代が、俺的には、俺よりね、世代全然上。上のね、世代のね、ジャンプアニメなんだけどね。知ってる人はね、ほんと、少ないかな。今の30過ぎの人しか多分知らないと思う。おっと、これはまずいぞ。オッケー、溶けた。やばいやばい。あし、突っ込みしときゃよかったかな。大丈夫ですよ、神さん。大丈夫ですよ。押すとミステリーダンサーよけていく。神さんがまだ、身をが溶けないかな。オッケー。よいしょ。ね、突っ込めよかったのにね。突っ込みしなかったね。すみません。さあ、チャンス。いやー、にしてもね。神さんはね、優しいっすよ。本当に。めちゃくちゃ優しい。本当ね、陰ながら僕をね、支えてくれるんですよ、亀田さんはね。いつも救われてますよ。なんか相談事があるといつもね、神田さんにね、相談するんですよ、僕は。僕の相談役って感じですね。神田さんは女性です。皆さんね。神田さんは女性でございます。僕のね、姉御的な存在の、存在ですね。なんかチームでね、いろいろあったりとかすると、リーダー大丈夫ってことでね、いつも声かけてくださるね、優しい方なんですよ、神田さんね。すげえ俺でね、もう本当に、いつも救われてます。ありがとうございます。春菜姫はね、まあ小学校でね、3DS やってるみたいなんですけど、ね、3DS も結構ね、僕 3DS の画面見たことあるんですけど、あれ結構文字荒くないですか？なんかピだか、ね、ピだかビだかわかんないみたいなさ、画面が小さくてね、ちょっと書いてる文字がね、俺読めない時あってさ、3DS。ほんと読みづらい、あれは。それです。それですやってる人大変だと思うな、あれね。ほんと文字が見づらい、それですわ。春菜姫大変なんじゃないかなと思うんだけど、おたけんどっか。よいしょ。あら、よいしょ。これショック与えとくじゃん。ショック与えて貯めるさん。
で、テンションマックスにして、弾空投げ払いを。ね。このアストルティア最強の武闘家の、弾空投げ払い。素晴らしい。そっからの、一括。ね。ああ！はい、もう一回。神田さんがやられていく。よいしょ。素晴らしい。こっからね、俺の、コンサツ。ええー。で、さっきね、賢者の聖水を、ね、50個買ってきたんで、自分に使って。よいしょ。麻痺役だから効かないぜ、サンドブレスなんて俺には。メイに砂が入った。ああこういう時でも武闘家は大丈夫ね。これやっとけばもう溶けますから。この武闘家のいいところ、武闘家自分で何でもできちゃうから、俺一番ねメインキャラクターで、メインは俺のメインは武闘家なんですけど、強いもん、めちゃくちゃ強いもん武闘家。テンション使いだし、はい、チームクエスト3人でやったから達成いたしました。ありがとうございます。くしゅー、ねー、寒くなってきたからみんなも気をつけてね、風とかね。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。ねー、一人でね画面の前で喋っちゃってるからね、何も喋ってないけど、やっぱね、これ神さんのキャラクタークリポの女の子ですからね、この可愛い髪の毛短いけども、さあせっかく出ていただいたんですから、ちょっと質問タイムに行きましょうか。はい、というわけですね、今ここは僕の自宅はい、ジュレットムの住宅村。で、僕はドラクエラジオを、今後始めていこうとは思っているんですが、実際に、まだやってはいないんですね。ごめんなさい。それで、今回、せっかく参加していただいたので、神田さんと春菜姫に、実際に視聴者さんからのお手紙を、ここでちょっとお二人に伝えて、で、お二人に、その視聴者の手紙に答えてもらおうっていう企画を今回やらさせてもらいます。なので神田さんと春菜姫に今回視聴者さんから実際に送られてきた手紙を読んで、お二人に伝えて、お二人にその質問に答えてもらうというのを今回やっていこうと思います。初の試みでございます。今回ね、お二人にこのねラジオブースで実際に答えていただこうと思います。ではお手紙を読みますね。はい、じゃあちょっと待ってくださいね。今、お手紙を見ますので。はい。では、読まさせていただきます。どこだろう。この方は、ちょっと待ってくださいね。ペンネームから読んでいきます。はい。じゃあ、伝えながら読みますね。ペンネーム、はい。クロイスさんからのお便りです。お便りです。いつも、面白い動画、ありがとうございます。あ、これ、クロスさん、ありがとうございます。こちらこそ、いつも面白い動画ありがとうございます。ありがとうございます。小さい頃、何をして遊んでいましたか？小さい頃、何をして遊んでいましたか？今まで、ハマったゲームなどあったら教えてください。ちなみに私は
動物の森にハマっていましたというお便りいただきました。ありがとうございます。黒石さん待ってくださいね。カメタさんたちにちょっと伝えないと。はい。ということで、いつも面白い動画ありがとうございます。小さい頃何をして遊んでいましたか？今までハマったゲームなどあったら教えてください。ちなみに自分は動物の森にハマっていましたということで、じゃあ、まず、ねえ、亀田さん何にハマっていたんでしょうかね。はい。春菜姫は今実際ね、小さいから。小学生だからね、今現在かもしれないですけど。十字架ってやつ。なんでしょうそれは。初めて聞きます。なんでしょう。何それ。聞いたことないです、十字架。何十字架って。みんな知ってますか十字架って。なんか道路に、はい。十字架みたいの書いて、あ、こう十字のやつを書いて、ええ。鬼はその十字の中しか移動できないとかなんですかね。へえ、何それ。遊んだことないな。それ、それ、鬼はどうするんだろうね。鬼は、十字の中しか鬼は移動できない。十字の外側を、みんなが逃げるように、あー、なるほど。なんか、円みたいの書いてみたいな感じなのかな。それにタッチして捕まえる。へー、そんな遊びがあるんだ。なんか、聞いたことあるような聞いたことないような感じ。増えてって結局集団で捕まえられる。へー、春菜姫知ってるんだ。すごいね。物知り。やったことあんのかな、春菜姫ね。終わった状態になった。終わった状態になった。なるほどね。そんな遊びがある。十字架ですって皆さんご存知でしょうか？十字架というゲーム。春菜姫は今、6なので、Now だと思いますが、学校でハマってる遊びなどありますかと。ねえ、休み時間とか何やってんだろうね、春の姫ね。悩んでますね。アメリカンドッジボール。アメリカン？何アメリカンって。普通のドッジボールじゃないの。ユニホック。何それ。アメリカンって、普通の
ね、ドッジボールと何が違うんだよ。何が違うんだろう。当てたら仲間が増えていく。相手のチームから当てた人数がこっちに来るみたいな感じなのかな。外野はなし。外野はなしで、なんか当て合って、当てた人がこっちの自分の陣地に来るんだね。だけど。ね、3DS で打ってるからね、皆さん。ちょっと、春の姫ね、こう、タッチペンでこう、一生懸命打ってんだと思うけど。結局、集団で、終わった。で、どっちも人数増えちゃうからね、どっちにしろなんかあれだよね。終わんなそうだよね、そのゲーム。なるほどね。それがアメリカンドッジボール。で、ユニホックっていうのは？ユニホックっていうのは何なんだろう？もうね、今の、ナウの小学生の、これは遊びですからね。僕たち、神田さんと僕はもう、はてななんだけど。ね、今の見てる小学校の子は、ね、多分ユニホック知ってんのかな？ね、もしよかったらコメント欄で教えてくださいね。アイスホッケー。学校でアイスホッケー？何それ？うん。面白いね。うん。アイスホッケーのなんだろうね。氷がないやつ。え、じゃあ、え、何？打つやつとかパックとかあんのかな？なんだろう。じゃあ、杖みたいな、みたいなやつとかパック的な、学校にあるのね。アイスホッケーの、あるんだって。へー、すごいな。え、いい学校なんじゃないの、春菜姫。ないんじゃない、一般的な学校には。え、一般的な学校にあんの、なんかあんのかな。T 先生が。担任の先生なのかな、T 先生って。担任の略なのかな、 T 先生って。1,2 の副担任とかなのかな、わかんないけど。1,2 っつってるけど、なんだろう。1,2っつってるけど、一人の担任の時の先生。なんか洒落てんな。動物に好かれない体質。かわいそうな体質だな、それ。先生が。十字架っていうゲームを知らなかったけど、まあ、ね、アメリカンドッジボールもやったことないしってことなんだろうね。ね、
セキセイインコに、学校にいんのかな、セキセイインコが。何？すごいなんかいい学校じゃない？俺なんか、ちなみにね、ちなみに僕は、六虫っていうのが流行ってました。知ってるかな？六虫。ケイドロ。六虫、ケイドロ。あとなんだろうな。まあ、ドッジボールもやっ、ドッジボール。ドッジボールに、一輪車とかね。などが流行ってました。説明難しいな。説明難しいけど、二つ、丸を、20メートルくらいの感覚で書いて、その中に、その中にいるときは、当てられないけど、それを、六往復したら、チーム交代。当てられたら、鬼になる。みたいな、簡単に説明するとね、なんかね、多分ね、六虫はね、俺らの地域限定だと思うんだよね。知ってる人いたらね、教えてください。六虫知ってる人。ね、面白いよ、結構ね。うん。まあ、説明するとかなり難しいんだけれども。それとも、今まで、ハマった、ドラクエ以外のゲームありましたら教えてください。教えてください。神さんから。ドラクエ以外でハマったゲームなんかありますかね、神さん。僕は実況者なのでね、いろんなゲームやってますけれどもね、この二人は女性陣ですからね、神さんがハマったゲームあればね、セフィロスの出てくる FF と、はい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 、FF、ファイナルファンタジーですね。セフィロスが出てくるのっていくつだったっけ？俺 FF あんまやってないからな。クロノトリガーだか、クロノクロスだか。おー！クロノクロス！クロノクロス！私。激ハマり。していました。ね、ツクヨミとか、ヤマネコとかね。ラディウスとか、ね、ジャコツ大佐とか、グレンとかね。面白かった、あれは。キッドとかね。あれは面白い。クロノクロスぜひね、やったことない人。
やっぱね、カメさん知ってるんだ。クロノクロスね、面白いです。クロノトリガーの後継なんだけど、クロノクロスっていうのはね、ぜ、あの、プレスト1で出たのかな？あれは面白かった、確かに。うん。めちゃくちゃ面白かったです。うちのね、お姉ちゃんと二人でね、すっげえハマっててやってたね。メガネのお姉ちゃん。メガネのお姉ちゃん何だったっけ？忘れちゃったよ。何だったっけな？すごいいっぱいキャラクターいるんですよ、あれ。めちゃくちゃいっぱいキャラクターいて、合わせ技みたいなのあるんですよ。おじいさん同士で組ませると、神竜拳とかね。なんかいろいろね、すごいかっこいい技があって。あれ面白かった。そう。一回クリアしてもね、またストーリーがあったりとかしてね、すっごい面白かった、あれ。あれ面白かった。なんかあるかな他ね。配球クロスチームマッチ。出た！春菜姫配球大好きだからね。今実際にね、今ね、カラスノと白鳥沢のやつ、アニメやってますけど、めちゃくちゃ熱いですからね。配球は面白いと思う。春菜姫配球好きなんですよね。前もね、二人で話してたんですけど、配球はめちゃくちゃ面白いっていうことで。ね。ルールファクトリー4。何それ？知らない。おじさん知らない。なんだろう。ルールファクトリー知らない、おじさん。いろいろ。動物の森とかやってるのかな？ね、女の子だから。花姫動物の森とかやってそうだけどね。小学校6年生です。やっぱりね。やってんだろうな。今の小学生は動物の森結構好きだと思うからね。進行形素晴らしい。何ファクトリー？何ファクトリー？ルールファクトリしかも4ね。クロイスさんね、もうあの、もし見てみましたらですね、またね、これは自分の僕のラジオでもやろうと思いますので、はい、紹介したいと思います。ありがとうございますね。かっこいい。どんなゲームなんだろうね。とにかく綺麗なんだ。結婚システムあるんだ。結婚システムのあるゲームなんだ。そんなゲームがあるとは、僕おじさん知らず知らずね、牧場物語しか知らないおじさんが結婚システムなんて。ディラスっていうね、ルールファクトリーやってる人はディラスっていう人と結婚してるらしいです、春菜姫は。僕全然知らないんだけど素敵な旦那さん。ツンデレが好きなんだ。ツンデレ好きかよ。ツンデレ好きかよ、春菜姫は。すっごい可愛いんだってね。ルールファクトリーやってる人はね、そうなのかな、人気なのかな、その人はね。全然知らないけど、おじさん
ルールファクトリーおじさん全然知らないけど、すっごい可愛いんだって。かっこいいし、かっこいいし可愛いって俺みたいじゃんね。俺みたいじゃない、言っとこうね。ちょっとちょっと、ハテナじゃないよ、ハテナじゃないよ、何言ってんすか。俺可愛くてかっこいいって言ったらもうオールブルーしかいないじゃんね。増やすな、神さん、神さん、ハテナを増やすな。なるほどね、面白い面白い。皆さんね、いかがだったでしょうか。皆さんも共感できる部分あったんじゃないでしょうかね。そうだね、棒じゃない。言うね、二人とも言うじゃない。というわけで、ありがとう。二人とも、画像を見れば、わかると。あの、かっこいい、かっこいい、かわいい、かっこいい人ね。はい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 。もしみんなね、ルールファクト知らない人、ちょっと見てみてください。うん。ルンファク4ディラス。待って、ちょっとじゃあ調べてみる。ちょ待って。ちょっと今見てみるわ、じゃあ。春姫がそこまで言うんだったらちょっと見てみるわ。ね。ルンファク？なんだ？ルンファクディラスね。今調べるわ。ちょっと待ってね。もうググるわ。ルンファクディラスね。はい。今ちょっと調べました。はい。チェンスタク。はい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 。あのね、これ画像載せられるのかな？載せられないと思うけど、あのね、画像、載せらんないかもしんないけど、あのね、確かにかっこいい。青くてね、青くてね、白い長髪にね、耳がついてます。尻尾もついてます。狼なのかな、これ。狼の少年みたいな。狼なのかな、これは。あ、違うわ。ユニコーン？モンスタージって書いてある。モンスタージ。ユニコーン、ユミコーンだよね。どこの女の人で。で、声がね、驚き、声優さん、声が、銀さんの声。杉田さんだね。ね、男子高校生の日常でも出てきた、杉田さん。ね、銀さんの声。
銀玉の銀さんです。銀玉が、銀玉ダメなのかよ。なんでこれダメなんだよ。銀玉なんでダメなんだよ。銀玉の銀さんの声だね。まあ、興味ある人はちょっと画像見てみてくださいね。ちょっとドラクエに画像載せようと思うと、多分ね、ダメって運営さんから言われちゃうから、他のゲームの、その画像とかポッて載せちゃうと、ちょっと厳しいんだよ、ドラクエ10は。ちょっと、ね、訴えられちゃうんで、載せられませんけど、気になる人は、ね、アクトリー4の、ね、ちょっと、名前忘れちゃったけど、もう名前忘れちゃったけど、ね、ディラス、見てみてください。かっこいいかったですよ。はい。銀さん。銀さんね。はい。はい、よくわかりましたと。はい。では、この辺で、今回は、おしまい、しようと、思います。はい、バイバイしてくれました。はい、皆さん、ご視聴ありがとうございました。こんな感じでね、ラジオをやっていこうと思います。ね。できればプロトさんとやりたいなと思ってるんですけれども。はい、というわけで、皆さん、ご視聴ありがとうございました。ね、今回は神田さんと春菜姫に、動画に撮影参加していただきました。お二人ともありがとうございました。本当に、楽しかったです。また、動画に出てくださると、いいなと思います。はい、どうも、ご視聴ありがとうございました。ありがとう。ご視聴ありがとうございました。オールブルー実況ではですね、今質問や悩み、最近起こったことの報告や、自分の武勇伝、などを募集しております。ドラクエとリアルどっちでも構いませんので、メールをしてほしいんですね。メールアドレスはこちら、宴.radio@gmail.com の方までよろしくお願いいたします。僕がね、質問や悩みにね、答えていこうと思いますので、ぜひとも、気軽に送ってくださいまし。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。